身体は神パチ。はい、皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日はですね、最新機種の B-Fever アクエリオン極み合体をうちに、ジュラク王子天様にやってきました。極み合体ということで、もう名前からね凄さが出ておりますが、何がすごいのかといいますと、やはり手玉です。ということで、へそ電柱ともにね、あの3000フィーバーの振り分けがあるんですけども、3000フィーバーを取りますと、約 30% で1500玉の出玉を上乗せするチャンスがありますよと。なんでね、いかにそれを引けるか、3000フィーバーを引けるかっていうところが重要になってくるのかなと思いますので、そちらを本日はしっかりと引いて、たくさんの出玉を出して帰りたいと思います。ということで実践スタートです。頑張ります。それではですね、あのスペックの方を紹介していきます。こちらの台ですが、大当たり確率約 319.7/1 の一種二種混合機です。ラッシュ突入率は 50%、 約 50%、 そしてラッシュ継続率はトータル約 80% となっております。大当たり手玉はね、へそ電柱ともに、オール1500発で、初当たり引きます。そして 50% でラッシュ取れるんですけども、 50% ラッシュを取った時には3000フィーバーとなって、3000発の出玉を持ってラッシュへ行けます。で、残念な 50% でもね、1500発は取れますよということで、出玉的な面ではすごく良心的かなと思います。そして、3000フィーバー取った際には、30% で、1500発の出玉を上乗せできるチャンスがついてますよと。まあ、ちょっとざっくりはこんな感じの内容になるので、右打ち中のね話などは、ラッシュ入った時に、詳しくお話ししていこうかなと思います。ちなみに、U タイムは搭載されておりません。さあそして、3大キーポイントなんですけれども、まず1つ目がリーチ後ゴールドソーラーアクエリオン予告、こちらが、期待度の方 79.4% ございます。まあ、ゴールドソーラーアクエリオンがね、突如こう画面を握りつぶす演出なんですけども、そちらが発生するのは 79.4%。 そして、2つ目が薬物合体、こちらが、55.6% の期待度あります。そして3つ目が、極限リーチ、まあ、本期最強の SP リーチとなります。こちらが、トータル 80.5% となります。まあ、薬物合体した時に極みの文字が出て、そうすると極限リーチに行きますよという形ですね。まあ、この辺が、まあ、大当たりに絡んでくるメインとなる演出となります。まあ、この台ね、あの通常時金系の演出が出るとかなりチャンスということで、どの場面でも、まあ、金系出れば7割超え、もう物によっては本当8割9割9割超えるものもありますので、金系が来れば大チャンス。ちなみにこの台、こう図柄での法則といいますか、一応3点牌だと 28%、 7図柄点牌だと 95% っていう感じの期待度なんですけども、一応ね、あの奇数図柄で当たった場合はラッシュ濃厚ということで、もう当たるときはね、こう赤図柄で当たったら嬉しいなと。一応軽くですね、ラッシュのちょっと詳細少しだけ話しておこうかなと思うんですけども、まあ、ラッシュ入った時点で、まあ、3000フィーバー取ってて3000発持ってますよと。でラッシュへ行きます。でそちらでの大当たり確率が、約 94.2/1 で、回転数が111回転オア1万回転の、まあ、ST となります。で、トータル継続率は80%。 ただですよ、111回転の連チャン率だけを見ると 69.4% なんですね。ただあのその3000フィーバーのループなどもろもろ合わせますと、トータル継続率 80% になりますよと。私はあれを見てみたいんですよね、567っていうか順目止まると合体して、お赤来た、あ保留変わるかな、あ金まで来てますよ。
そして青保留です。今のねアクエリオンの部分が金だったんで8割ぐらいはありますよ。あ、3点敗だ。何？さあ3点敗当たればですよ。ただ金が出てますんでかなり期待していいと思います。あ、さあクレアさんで役物が合体して、合体すればアクエリオンリーチか、あ、いかない、あ、したしたした、 OKOKOK で、ここで極みが出れば極限に行きます。極限リーチ、あー、アクエリオンリーチですね。さあでも出雲で赤タイトル、出雲は3人いる、3つあるリーチの中の真ん中です。 43.3%、 赤タイトルは 52.8% です。さああとはテロップ、あ、今シェイクが出ましたけど、シェイク赤だったんで 42.3%、 テロップは普通なんでね。あとは桜柄帯が、あ、今の金になるのかな、今のシェイクで、これ桜がバーってくれば、あ、なしか。でこのあと分岐のチャンスアップ、あ、赤テロップに変わってますね。72.2% ですよ、終盤に赤テロップになるのは。さあちょっと待って、これさ、いける、やったー、そう、え、嬉しい、117回転目、なんと7500円で、三図柄、赤図柄で当たったということはですよ、3000フィーバーじゃないでしょうか。そしてこれ、ね、無限パンチチャレンジ、こっちを選びます。まあ、2つあるんですけども、さあラッシュチャレンジ2つ、敵を撃破できればラッシュですよと。で開始時が今クレアだったんで、これデフォルトです。でこの攻撃方法が何なのか、この青で 44%、 一番残念、この後強攻があって総攻撃があるんですけども、ジャッジデバイスがボタンか V コンか、もう V コンだったら成功です。はい、でもねボタンですけども、やっぱサンズ柄での当たりだったので、はい、無事。さあこれで極みアクエリオンラッシュ獲得となります。はい、ここでねフリーズを切って気持ちいいが発生いたしまして、3000フィーバーとで、ここから 30% で約 30% で1500発の上乗せチャンスということで、 V コンが出てくれば上乗せです。今ね来てますね、煽りがね。で3から6ラウンド中にどうだどうだ散らされる、あー、これね出ちゃった場合は上乗せなかったですよっていうことです。ということで、創生ラッシュ図柄揃い告知タイプからいきたいと思います。ということでね、3000発取って、無事ラッシュというところなんですけども、一応ねもう一回おさらいさせていただきます。大当たり確率が約 94.2分の1 です。ここで、111回のね ST なんですけども、トータル継続率が 80% ありますよと。で、当たりの 30% で3000フィーバーあります。はい、そして、私創生ラッシュ選びました。まあね、図柄揃い告知タイプということで、まあ先読みが大事になってくるのかな。まあ白点滅の保留で約 25%、 あと赤系のものが出た際にはまあ大当たり濃厚というふうに考えていただいていいかと思います。とにかく早いのでちょっと1回見てみましょう。はい、私も初めてのラッシュです、頑張ります。ではいきます。さあ3000フィーバー取るぞ。あー、もういきなりレバブルしました。もう本当にね、もう見ての通り早いので
突然来ますからね。でここでまたねさっきみたいに画面固まったりプチュンってねしたりすると3000もらえますよと。3000、ガガガガ、おお来た、3000取りました、やったー、わー気持ちいい。そう、3000フィーバー取ったということでこのあとまた約 30% で1500発の目玉上乗せチャンスがあります。おこれさ聞けた、やったー30% で取りました、無事1500発上乗せされます。これで4500発になって、これが続けばもちろん6000、7500とね永遠に続いていきますので、いやさすがにそうですね。また同じ創生ラッシュでいきます。早いぞ、もうレバブルくればもう当たりです、それは濃厚です。白点滅でいい、白点滅でね 25% ぐらいありますから、赤保留がくればもう完璧。7500発さあ残念ながら連チャン数で言うと何回だろうな、まあ、1500が2回分になってるのかなということで、一応あまり続けることはできなかったんですけども、やっぱ3000、3000と、はい、3000フィーバーを重ねられたことによって、まあ、一挙に7500発の出玉が取れましたよと。まあラッシュでちょっともうちょっといろいろやっぱ2つ他にもあるので見せたかったんですけども、ちょっと1回目はちょっと残念ながら、はい、1回しかお見せできずということで、まあでも持ち玉としても今6900発ありますので、もう1回当たりの方狙っていきたいと思います。いやーでも早い早いし、やっぱり3000発取ってそこで1500発をいかにやれるのか、もうそこをうまくできただけですごい出玉がもらえるので、そう、あーレバブルしてるよ、まあ、ちょっとホゼロ状態だったんですけど、でも 91% あります。え突然やってきました。でチャンス目1回目、あーセリフはチャンス、はい、ここでキャラリー位置に行きました、まあ、ここからですね、あ羽が赤い、まあね、そうレバブル信じましょうってことで、アクエリオンリーチか極限リーチに行かないかな、見たい、あアクエリオンリーチですということで、またまたいつも、あタイトル普通ですね、43.3% の出雲です。はい、テロップが赤なので最初から赤の場合は 40.9%、 今のシェイク赤ですね 42.3%、 このあと、はい、桜を柄帯がチャンスアップなんですけど、あ来ました来ました、発生しました、こう大量に出た場合は 78% の期待度になります。あここのチャンスアップはないのか、まあ、でもでも、はい、まあまあ、やっぱレバブルが強かったですね、はい、さあ、120回転で、なんと本日2回目の当たりです、ただ、青空なので、ね、3000フィーバー取れてるかは分かんないですけども、ここから、ラッシュチャレンジいきます、どうします、変えてみますか、さっきね、無限パーチやったので次、告白チャレンジやっていきます。まはい、そういうことです、3回以内に告白されれば成功ですよと。で、このキャラの順番、シルビア、ニコのマイアンの順がデフォルトになります。これがね、
違ったりすると、まあ、成功となります。成功濃厚ですよと。さあみこのちゃん、ボタンの色とか、あ、まずい。やっぱボタンがね、ボタンじゃなくて V コンの場合は成功濃厚となります。さあまやちゃん、ここで成功できなかった場合はラッシュ取れませんでしたよと。あーダメか。ここから復活ないかな。まあ、10ラウンド目に救済が発動する場合もあるって書いてあるんですけど、今回は残念ながら通常早いまあまあでも、はい、なんかレバブルの強さを見せてもらいましたし、当たってね、通常だった場合でも1500発出玉もらえるので、持ち玉としては、7700発オーバーになりました。7800、8000発ぐらいだったかな。いやすごい、ちょっと順調に当たりを重ねてます。まあ、50% のね取り分けなんで、まあ確率通りという感じで、あとせっかく私も2回当たり引いてるんでカスタム入れてみようかなと思います。一応ねカスタム、先読みカスタムありまして、なしおすすめチャンス圧ってあるんですけども、通常がおすすめです。もうなしにしてしまうと本当何も先読み起きない状況になるのでね、状態になるので、でチャンスにすると一応期待度の方が、先読み起きた段階で 44.7% になります。で圧にすると、96% なんでチャンスぐらいにしておきましたね。なんか今赤系で煽ってますけど、とりあえずカスタム、先読みチャンスにしました。ちなみにね、先読みチャンスにすると、その入賞時ロゴフラッシュ発生して、まあ先バレ的な、そのリゼロとかでいう先バレ的な要素が発生します。先読みチャンスを入れると。で白だと、34% で、赤だと 91% の期待度がありますよと。あ、ちょっとステージ変化してバラを経由していくのと普通に行くのがあるんですけど、バラ経由した方がチャンスなんですが、アルテアステージはそんな期待度変わらない 47.7%、 バラ経由すると 48.6%、 もうこの時点で5割弱ありますよと。最悪もの完成するかどうか。さすがに、あ、意外とどうだ。あー、3回目の初当たりです。なんか急に今ダメだったんですけど、ちょっと一瞬で当たりがやってきました。ということで早速告白チャレンジをやっていこうと思います。22回転目、本日3回目の当たりです。さあ順番が変わっててか、あれか、復活だったので多分復活の場合3000フィーバーの可能性が高いんじゃないかなってことで、3000フィーバーすごい忙しい。何か、おいおいで、うーやっぱ、あー来た、やった、オッケー本当に気持ちいい、気持ちいい。さあこれで4500です。ね、さあここでもう一回どうだ、2回、3回、来ない、あー残念。じゃあ変えましょうかね。どうやって変えるんだこれは。さあ次はエクスタシーラッシュ、まあ、気持ちいい告知タイプということで、
さあということで、エクスタシーラッシュですね。こちらは気持ちいい告知タイプということで、あの図柄が気持ちいい気持ちいい気持ちいいバーンみたいな感じで、はい、あの当たります。で、まあ、予告としては、まあ、他のものよりは多めかな。いろいろとね来ますし、あと止まる図柄の止まる順番だったりとか、まあ、いろいろそういうのあります。で、私カスタム入れてるので、先読みカスタム入れてる場合はもう白点滅とかで80%あります。まあもちろん赤系とかはもう大当たり濃厚ですよと。レバブルも入れたいな、入れちゃおうかな。ちょっとレバブルも入れちゃいます。ちょっと待って、怖い。あ、来た、来ました。さあこうですね、気持ちいいって言って当たりますよと。一図柄取りました。ラブ、ラブの V が V 入所の V。 さあどうなる、固まれば3000ですよ。固まれ固まれ。あ、今回は1500発ということで、はい、約 67% の1500ラッシュの111回取ってるか、もしかしたら 3% 1万回の ST 取ってるか。ちょっと待って、先読み外そうかな。先読み結構私個人的に怖いなと感じたので、レバブルを入れて先読みを外します。先読みをおすすめにします。レバブルは、レバブル赤だよ。よし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 、気持ちいい。はい、赤までね、エフェクト今言ってたんで、そうなればもう大当たり濃厚ですよと。まあ、三図柄で止まったけど、そういうのは関係ないですか。 30%。 あー、じゃあちょっと次ラッシュ変えてみようかなと思います。棒ラッシュどこで、あ、ここか。モード変えれますので、これですね、一発告知タイプのゴーラッシュ。さあ3つ目はこちらでやっていこうかなと思います。多分一番シンプルの告知タイプになるかと思います。さあゴーランプがね光るかどうかということで、一発告知タイプいきたいと思います。この真ん中のゴーが光れば当たりです。これほんとシンプル。気持ちいいけど、ちょっとドキドキするかもな、一発告知。やっぱり普段から一発告知ちょっとね苦手意識があるけど、やっぱドキドキしちゃう。さあ3000取れてるかどうか。 30% で3000フィーバー。おお、来た、やったー、すごい。やっぱトータル継続率 80% あるから取れますね。続くし 30% の振り分けあるサンデーフィーバー、これは取れます。はい、続くし取れるし、なんてことでしょうか。私ちょっと変えていいですかね、モード。やっぱりね、一発告知より気持ちいいも気持ちよかったんだよな。私気持ちいいでいこうかな。エクスタシーラッシュにします。そして1万発超えました。さあどこまでいけるのかということで、エクスタシーラッシュでやっていきます。あ、点滅でブルッと OK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 。 白点滅でね、はい、3割ちょっとエクスタシーラッシュ中ありますので。いやー早い。あ、来た、やったー、レバブル気持ちいい。しかも3000発取りました。おー、かっこいい、すごい。プレミアム3000フィーバー、かっこいいですね。確かにやっぱ気
持ちいい告知っていうだけありますもん。あれ、あ、これは持ってましたっていうことなんですね。アット告知的な感じのパターンもあるんだ。気持ちいい、本当に気持ちいい、すごい、もうまんまと気持ちいいって言っちゃいますもん。やりたい。よっしゃ、ラスト10回転。ふー、諦めない心大事。まだまだいくぞ。いや、結構ギリギリのところで耐えてきてるので、次は早めにいかがですか。おし、デバブル気持ちいいんですけど、あ、ちょっとデバブルの良さを知ってしまったかもしれない。私今まで本当デバブル固くなに入れなかったんですよ、なんか嫌で。そう、出ないとなんかダメかなっていうのがあったので、でもこれは入れる。そして2万発超えました、一撃。面白すぎるんですけど。よし、赤保留。デバブルしました、はい、やっぱ赤保留入った時にもうブルンって乗りましたね。はい、いくぞ。おお、あ、いきなり当たった瞬間にレバブルなりましたけど、その前はならなかったです。ああ、嬉しい。今の変えて、諦めない。あ、終わっちゃう。85玉。いや、戻りはすっごい早い、すぐ終わっちゃう。いやー、でもすごいね、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、もう一挙に2万発超え、気持ちいい。もう本当それにつきます。気持ちいいです、この台。さあ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 、なんと今全部出玉できったら3万と195玉となりました。ただね、ちょっと通常時をまだお見せできてない部分あるので、あと1回ちょっと当たりを狙っていきたいなと思います。カスタムもちょっと変えようかな。さっきね、ラッシュ中に先読み外しちゃったので、先読みまた入れます。先読みカスタムをチャンスにします。まあ、やっぱ優勝時ノゴフラッシュとかね、出てほしいので、チャンスで、でチャンス入れれば、まあ、先読み発生すれば一応 44% の期待度ございますと。ちなみに私今レバブルも入っちゃってるので、レバブルは外します。レバブルは別に、ね、91% か 97% なので。やっぱ初打ちでこういい思いさせてもらうと、やっぱ好きになっちゃいますよ。いや、もうそれはさ、初回優しくされたら、それはもう一回さ、デートしたいなって思うじゃないですか。だからやっぱ男性の皆様、初回のデートでは本当に優しくしてあげてください。とにかくおもてなしおもてなしって、まあそこもね、男性だけがやるものではないんですけど、もうちょっと欲しいよな。さあ、赤字が出て、赤羽は、あ、一応発展しましたね。さあ、アクエリオンリーチか極限リーチ、さすがに開かないか。はい、さあアクエリオンリーチで、さあ一番上の神楽に行きました。さあ神楽、出雲、神っていう
感じで、神楽が一番チャンスです。 57.9% あります。チャンスアップシェイクビジョンの赤1回のみかな。でここもないですね、チャンスアップ。さすがにせっかく神楽が来たんで当てたかったところでありますけど、それ以外がもう全部弱かったです。先読みもね入ってないですし。なんかちょっと今ね415回転も回して何も起きないので、ちょっと初代モードやってみようかな。遊戯モードで初代っていうのがあるので、ちょっと初代モードやってみます。そうシャッター閉まってアトランディアステージに行きました。これ3割ぐらいあった気がするな、アトランディアで。先読み入ってるんで超ちょっと期待してもいいのかなと。はい、チャンス目続いてますね。2回3回目、桜柄欲しいですね。さあステップ4でいいのかな、これは。さあ4号ダブル、ここから発展。ベクターリーチ、おらー、失礼しました。今赤まで行ってなんか先読みしっかり絡んで突然やってきました、当たりすいません、ちょっと初代モードに慣れてない私。変えた瞬間に当たりましたね、初代モード。無限パンチでいきたいと思います。しっかりと当たり取りました。やっと428回転初代モード変えて、ちょっと流れ変えてよかったです。ただここね変わんないかな。あーこのままか、いや突破してほしい。あーボタンか、ボタンだ、やっぱりダメ。さあでも一応ね10ラウンド目に不動の救済演出もあります。ないね、通領時とかにねあるのか、ないか、ないか、ない。いやさて今ね、通常あたり引きました、1500発通って出玉の方が27000発、まあ、3万発あってちょっと使っちゃって、27000に戻ってきたというところなんですけども、一応当たりの方今日ね4回お店初当たり4回引きましたし、出玉もたくさんあるということ でラッシュの流れもお店はできたので、今日の実践はこれで終了したいなと思います。また最終結果はエンディングで発表します。お疲れ様でしたということで、本日の神パチ実践終了したわけですけども、もうね、はい、見ていただいてた通り最高に楽しかったということで、まずは結果の方から、投資の方が全部で、7500円、全然使っておりません。そして回収が27088タワープラス、超プラスということで、約ね2万5000発ぐらいプラスになりましたよということで、すごくいい実践できました。まあ、初当たり4回引きまして2回ほどラッシュ入れまして、そのラッシュでしっかり出玉取れました。やっぱりラッシュ取った段階で3000フィーバー3000発の出玉を持ってでラッシュに行ける、そして右打ち中その 30% 約 30% で3000フィーバー取って約 30% で1500発を上乗せしていく、そういうところもねしっかりとお見せできましたし、いかに右打ち中に3000発を重ねられるのか、まあ、そこも重量ではあるんですけども、やっぱり111回の ST 中にいかに続けられるか。でラッシュもねモード3つありますけども、個人的にすごく好きだったのはエクスタシーラッシュ、はい、ぜひとも
かなり気持ちいいラッシュでしたので、はい、そちら体感していただきたいなと思います。で通常時は暑いのが一つでも絡むと意外とそれで押し切ってくれるんじゃないかなと、まあ、二つ重なればなお良しなんですけども、はい、一つ暑いのが出ればそれでしっかりと当たりにつながってくれたなという感じが今日ね打ってみて思いましたので、はい、ちょっとその辺も期待していいかと思います。そして、神パチ2連勝しております。しっかりと出玉も作った2連勝ということなんで、ね、引き続き、信頼は神パチしっかりと皆さんに信頼の楽しいところ出玉感いろいろとお伝えできるように、ね、今後も頑張っていきたいと思いますので、また見てください。ということで本日はこれにて終了です。ありがとうございました。バイバイ。